こんにちは。この番組は未来のパジアーノ岡山を背負う選手たちが活動するパジアーノ岡山アカデミーについて発信する番組です。アカデミーの活動結果や予定、未来についてできるだけタイムリーにお伝えしていきたいと思います。パジアーノ岡山アカデミーマネージャーの西原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1日遅れが2週続きまして、はい、もしかしたらこれがレギュラーになってしまうんでしょうか。はい、毎週木曜になるのか、それともまた水曜日に戻すのか、はい、私と上田さん次第というところで、はい、はい、引き続きちょっと、はい、気の向きのままにあまりご迷惑にならないようにやっていきましょう。では西原さん、今日のメニューをお願いします。はい、はい、今回もいつも通り先週末の活動の結果、それと今週末の活動予定、そして今回の特集は J クラブアカデミーの最大の強みである、トップチームへのこう練習参加、活動への参加、について、話をしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速ですが、はい、結果からお願いします。はい、まず、アンダー18、については、週末の、プリンスリーグが、延期となり、そして B チームが戦う岡山県リーグの、学芸館高校の、B チームと、B チーム同士での対戦が、ありました。こちら映像で、お届けしますが、まず、前半終了の間際、左サイドの、磯本選手との関係から影山選手が中へ、これを石井選手がワンタッチで落とし、中に入った磯本選手がワンタッチで鮮やかなミドル、相手キーパーも触りますが勢いを持ったボールはそのままゴールへと吸い込まれて先制します。しかしその直後に失点を許し同点とされ、後半も相手の追加点により失点、1対2での敗戦となりました。まあ、B チーム同士の対戦にはなるんですけども、同じこう学校に通っている学芸館高校さんとのこう対戦というところで、まあ、本当に悔しい結果になったんですけども、まあ、これをバネにまた、成長につなげてもらいたいと思います。続いてアンダー15です。先週末、10月の9日日曜日にプログレスリーグの、サンフレッチェ広島さんとの、アウェーゲームが行われました。でこちら試合の前の時点でファジアーノ岡山が、まあ、首位に立つものの、まあ、ただ試合数をこう多くこなしているファジアーノ岡山に対して4試合実施の試合数がこう少ないサンフレッチェさんで、もう首位のみ高円宮杯の冬の全国大会が自動で決定して、で2位以下が中国大会 の、 その中国予選を戦う形となって、その残り1枠を争う予選の形となっております。まず前半先制はサンフレッチェ、抜け出されたサイドからのクロスに中でドンピシャのヘッドを合わされ失点を許しますが、すぐさま反撃、田辺選手から末宗選手、末宗選手から左サイド戸田選手、戸田選手のクロスをニアで合わせたのはこの日も先発出場の原選手、同点とします。こちらリプレイで戸田選手にボールが渡りクロスが上げられる際、ニアには坂本選手がしっかりと入り、そしてここです、この原選手のファーサイドへ逃げる動き、サッカー界では相手から消える動きと言いますが、ほんの 2,3 歩のこの動き出しだけでフリーになることができます。そして原選手が合わせられなかったとしても、ファーには右サイドバックの羽賀選手がこの位置まで、そしてマイナスには田辺選手と、最終的にはペナルティエリア内に5人の選手が入ったゴールで同点とし、前半を折り返します。後半も勢いそのままに坂本選手の仕掛けから、後半から出場の秋山選手のポストプレー、右サイド田辺選手が逆足で入れたクロスに坂本選手が飛び込みますが、惜しくもゴールはならず。しかし後半14分、田辺選手の浮き球のパスに坂本選手が得意の仕掛け、これでコーナーキックを得ます。そのコーナーキック、キャプテン堤選手が欠場の中、羽賀選手が入れたボールに合わせたのは千田選手、一度はキーパーに弾かれますが、これを再び千田選手が押し込んでゴール。先日の国体本戦に岡山県で唯一中学生で出場した男千田の気迫のゴールで逆転とします。しかしこのゲームのシーソーをサッカーの神様はここでは止めてくれませんでした。一瞬の隙から相手にペナルティエリア内に侵入され、そのままゴールを許し同点とされると、クロスボールのこぼれ球から相手の侵入を許し再び逆転、2対3とされます。終盤にはクロスからラグビーのスクラムのような気迫の猛攻で同点を目指しますが、秋山選手、末宗選手のシュートはともにゴールを割ることはできず、
今季3度目の対戦で悔しい敗戦を喫することとなりました。チームとして年間の広島さんとのこうゲームで全て勝利となるともう悲願中の悲願でしたが、そこは残念ながら果たすことはできず、ただ内容的にも、まあ、悔しい敗戦にはなるんですけども、こう全国大会さながらの、そういったインテンシティで、繰り広げられたこう戦いだったかなと思います。まあ、その中でこう結果的には敗れる形となってしまったんですけども、まあ、こういったこう強度とか緊迫感とか隙をこう与えてしまうとやられてしまう、まあ、そういった緊迫感のあるゲームを、まあ、繰り返していくことができれば本当に選手の成長にはつながるなというふうなことを実感した戦いでした。はい、続いて、アンダー15の1年生のチーム、10月の8日土曜日に、プログレスリーグ広島の廿日市 FC さんと、対戦をいたしました。まず前半7分、五箇選手のパスを受けた堤清志郎選手のラストパスを受けた元の選手のゴールで先制すると、追加点は17分、コーナーキックをセンターバック小山選手の嬉しい公式戦初得点となるヘッドが決まります。前半はさらに元の選手の2ゴール目で3対0で折り返すと、後半も堤選手のパスから平田選手の初ゴールや堤選手のこのボレー、柴田選手のボールダッシュからのゴールと、五箇選手のハットトリックとなるゴールで終わってみると10ゴールが決まる10対0での勝利となりました。一つ得点シーンをピックアップさせていただきます。で、先制点のシーンなんですけども、まあ、この試合こうキャプテンマークを巻く、堤清志郎選手、左サイドバック、西名選手がボールを持った際は西名選手のサポートのためのポジションをここで取りますが、そこから五箇選手にボールが渡った瞬間に前のスペースを取ってボールを要求、受ける前に相手のスペースは認知したのですが、ここでワンタッチで出すとまだ元の選手には届かない、ただし右でトラップして右で持つと踏み込んでいる間に間に合わないので即座に左足で元の選手が何でもできる柔らかいラストパス、まあ、かわした元の選手ももちろん見事ですが、堤選手のこの一連の所作はその後の平田選手へのアシストも含めて時間、空間、間の支配者ですね。はい、そしてもう一つ、個人のピックアップとして同じくアンダー15の2年生ゴールキーパーの古市克也選手がJFA のナショナルゴールキーパーキャンプのメンバーに選出されて、10月の7日から9日までの3日間福島県で開催されたキャンプに参加をいたしました。年間今年3回実施されるこのキャンプ、今年同じ2年生の近藤選手が選ばれて、でその時は古市選手も悔しい思いはしたと思うんですけども、そこからお互い同年代で切磋琢磨し合いながら、で今回は古市選手が選ばれて、また近藤選手も悔しい思いをすることになるんですけども、またそれを発奮材料に引き続きこう、ゴールキーパーはチームの中での試合も一枠を争う本当に得意なポジションで、でいろいろな思いを抱えながら、それでもチームと一緒にこう戦っていくっていう本当に難しいポジションだとは思うんですけども、お互い切磋琢磨し合いながら、成長していってほしいなというふうに思います。はい、続いてアンダー12です。5年生が中心となるアンダー11が10月の9日日曜日に岡山市の少年サッカーリーグ東部リーグを3試合実施をしております。また4年生3年生が中心となるアンダー10が10月の8日土曜日に兵庫県で開催されたペナルティカップ、クラブのユニフォームサプライヤーでもあるペナルティさんの主催のペナルティカップに参加して見事優勝をいたしました。兵庫県の高砂ミネーロさんですとか辰野 JSC さん、そして決勝はJフィールド岡山さんと対戦する形となりましたが、見事、優勝することができました。その他も、3連休ということもあって、多くのトレーニングマッチや、トレーニングが行われた週末となりました。はい、はい、では、今週末の予定をお願いいたします。はい、今週末、予定はこのようになっているんですけども、延期となったアンダー18の、中国プリンスリーグ大社高校さんとの試合が10月の16日の日曜日に実施することが決まり、で、トップチームのホームの最終戦秋田戦と重なってしまう日程ではあるんですけども、実施がされます。その他のカテゴリーは秋田戦の観戦と、そして試合後のセレモニーに参加をいたします。では続いて今週の特
特集をお願いします。はいはい、冒頭にもお伝えした通りではありますが、我々そのアカデミーとして、アカデミーの選手が年間のシーズンの中でトップチームの活動、主にはトレーニングですが、その活動に参加をさせてもらうような機会があります。で、今回、定期的にとまではいかないんですけども、多く、トップチームのトレーニングに参加をすることができているアンダー18の2年生ゴールキーパーナジウマル選手、活動の様子も含め、それから、実際に、その私がこういろんなことを説明するよりも、活動に参加している、選手からの、話を聞くのが一番だと思いますので、ナジウマル選手からお話を伺っておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。初めて行った時に、とても感じたことがあるんですけど、一つ一つのプレーのテンポの速さが全然違いました。ユースと比べてすごく速くて、ワンプレーワンプレーもう一つあって、雰囲気がとても良かったです。ユースのチームも雰囲気いいんですけど、中心となる選手が盛り上げているような感じで、でもトップのチームは、全員が一丸となって盛り上げて、いい雰囲気を作って練習しているような感じを受けました。僕キーパー、分かると思うんですけど、キーパーなので、吉岡さんっていうキーパーコーチに教えてもらうことが多いんですけど、ユースの金さん、GK コーチとは違うところを教えてくれる、違う GK コーチ2人に教えてもらうっていうので、収穫とても得られたと思います。初めて行った時に、いつも練習、ユースの練習で金さんからもういつも何度も言われてるセカンドボールの対応は通用していると思います。弾いたりした時にすぐボールに向かうことで、相手に詰めてきた相手に得点されないとか、そういうところは結構通用していると思います。金山選手が結構みんなのことを気にかけているというか、そんな感じなので、できてない動きとかあったら毎回そう、こうやったらいいよとか具体的な提案とかをしてくれて、やってみてできたら、ありがとうございます、伝えておいて、そんな感じでやらせてもらってます。びっくりです。いつも、テレビとか、関係スタジアムとか行って見てる選手がもう隣にいてプレーできるのは、中1の時は考えたこともなかったです。本当にありがたいことだなと思います。はい、というところ で、冒頭にもお伝えをした通りなんですけども、J クラブのこう下はスクール生から、そしてアカデミーの、うちでいうと、ジュニア年代、小学生から高校3年生まで、そういったアカデミーの選手がトップチームの練習に参加する機会、そういったこうそこで直接実際に加わっていろいろなものを実際体感する、そういった機会を、そのチャンスがあり次第そこを経験できるっていうところは本当に最大の強みかなというふうには考えています。で、本当にアカデミーとしてありがたい、そういったトップチームの参加の経験っていうところが、はい、本当にこう選手の成長の機会にもつながりますし、実際の実感として選手からも、そういったお話をいただきましたので、これを、より多くの選手が経験ができるように、ナジ選手とともに、その他の選手もトップチームにつながり、それがゆくゆくは、活動に参加するだけではなく、実際のそこにも加わって昇格をするというところを目指してやっていってほしいなというふうに思います。では今回の配信も以上とさせていただきます。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。